アンナ・キャンプはアメリカ合衆国の女優である。1982年、サウスカロライナ州営金生まれ、父親は銀行重役だった。小学2年生の頃から演技を経験しており、高校卒業後にノースカロライナの大学で本格的な演劇を学んだ。大学を卒業した後はニューヨークへ渡り、ブロードウェイなどの舞台でキャリアをスタート。2007年には、 バネッサ・ウィリアムズ主演のアン,ドゼン・ケームラブで映画デビューも果たし、現在に至るまで着実にキャリアを築き上げている。2009年にテレビシリーズトゥルー・ブラッドへ出演した際には他のキャストらと共に全米映画俳優組合賞アンサンブル賞にもノミネートされたほか、2012年に出演したミュージカルコメディーピッチ・パーフェクトでは、 共演したアナ・ケンドリックらと共に MTV ムービーアワード2013のミュージカル部門のミュージカルシーン賞を受賞した。俳優のマイケル・モズリーと2010年に結婚したが、3年後の2013年に離婚している。2016年、ピッチパーフェクトで共演した俳優のスカイラー・アスティンと結婚。2019年に離婚した。ありがとうございます。